中央郊外旅客会社は、ロシア連邦の列車運行会社。モスクワ都市圏やモスクワ州の各都市を結ぶ通勤、近郊列車を運行している。ロシア鉄道が所有する鉄道路線上で通勤、近郊列車を運行する列車運行会社の一つ。2006年1月1日から、モスクワ鉄道支社が管理するモスクワパベレツ鉄道での営業運転を開始した。 2019年現在は、モスクワ都市圏に加え、モスクワ州、ブリャンスク州、オリオール州、カリューガ州、トゥーラ州、ウラジーミル州、リャザン州、スモレンスク州、クルスク州、トベリ州の地域間輸送も実施しており、モスクワ鉄道支社の路線で運行する、通勤、近郊列車の91%を担当しているほか、 ロシア全体の郊外輸送のシェアのうち63.7%は中央郊外旅客会社によるものである。また2016年の輸送人員数は5億4000万人にも及びモスクワ全体における総旅客数の97.9%を占める。創業当時の筆頭株主はロシア鉄道でモスクワ市政府やモスクワ州政府も株を所有する公営企業であったが 2013年に、ロシア鉄道は、所有株のうち25%を7億6000万ルーブルで売却し、2017年にも残りの株の売却を実施し、それぞれ民間企業が獲得した。さらに、モスクワ市も2011年に、モスクワ州も2017年に所有する株を民間へ売却したことにより、2019年現在、 中央郊外旅客会社は完全な民間企業となっている。モスクワを中心に各地域へ向かう通勤、近郊列車を運行しており、ウチトゥーラー、オレホボズエボ、カルーガ、アレキサンドロフ、ギャザン、ドゥブナ、ウラジーミル方面の系統には、優等席が設置された全座席指定列車や一部座席指定列車が設定され、さらに、 トゥーラ方面の座席指定列車には1等2等座席に、加え4人用個室も設置されている。平日の列車本数は271本、休日は140本である。他の列車運行会社との連携も行われており、空港連絡列車を運営している、アエロエクスプレスが従来から運行していた、チェルメチェボ国際空港。 ベラルースキーガンの系統をおじんつぼへ延長した上で2019年7月4日から試験的な共同運行を実施している。2019年現在、中央郊外旅客会社が運用する列車の総編成数は500編成以上であり、そのうち60編成以上は中央郊外旅客会社が直接所有する車両である。運行開始時は全列車をロシア鉄道から リースされた車両により運行していたが、2013年に、初の自社所有車両となる ED4M 型を導入し、同年12月から運行を開始した。2019年の時点で以下の形式を所有している、ほか、同年以降非電区間用の RA3 型機動車が、営業運転を開始する予定となっている。ありがとうございます。